優勝戦1号艇岩瀬祐介選手です。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オール3連隊でここまで来ました。改めて船足の現状の仕上がり、評価教えてください。そうですね、全体的にマンスレッド上位ですかね。はい。逆に今不安な点というのはありますか？特に見当たらないですね。はい、はい。まあ、気候が今節コロコロ変わるというシーンもありましたが、そのあたりも対応できているという感。そうですね、まあ、本体のパワーがあるのでそんなに外さずに2節間レースに来ました。はい。スタートに関しては昨日の準優勝戦0台トップスタートでしたが、今節通してみて感などはいかがでしょうか？そうですね、最初の方は、様子見ながらだったんですけど、まあ、日を追うごとに感回ってきてます。はい。まあ、この枠番ですからコースはもちろん譲ることはないですね。ピット離れもいいので、はい、枠を主張したいと思います。今年 V2 がかかります。最後にファンの皆様に向けて一言お願いします。そうですね、今日もいいレースにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、優勝戦2号艇服部幸男選手です。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。手にした32号機ですが、現状の仕上がりはいかがでしょうか？そうですね、いいエンジンなんで、足はいいと思います。伸びも出足も回り足もどの部分を取っても、まあ、伸び方には伸び方ですけどね。はい、はい。本番に向けて何か調整等々考えていることはありますか？まあ、外回りだけ点検しようかなと思ってます。はい。スタート1本抱えてますが、今節見え方とかいかがでしょうか？まあ、スタートは慎重になってますね。はい、はい。2号艇での登場になります。レースのイメージ等々何か描いていることはありますか？あの1コーナーの展開つくだけです。はい。前節は同期の松井選手が優勝しました。続きたいですね。そうですね。はい。徳山2度目の V がかかります。最後にファンの皆様に向けて一言お願いします。はい、ベスト尽くします。ありがとうございました。優勝戦3号艇橋本久和選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。徳山4連続優勝ですね。たまたまですね。はい。何か挑戦面、徳山だとやりやすいとかそういうことってあるんですか？いや、特にそれはないですけども、はいはい、初部位も徳山で資源のいい土地ではでもありますよね。そうですね。さあ、手にした63号機ですが、決して2連対率はそこまで高くはないモーターですが、はい、現状の長所ありますか？まあ、特別ここがいいっていうところはないんですけども、まあ、昨日はあの準優勝戦はあの短回りしっかりできるような調整をしました。優勝戦までまだ時間があります。求めていきたい部分というのはありますか？いや、もう昨日の状態が、まあ、一番いい状態だと思うんで、まあ、一回乗ってみてそれでまた判断したいと思います。スタートに関しては今節見え方感はいかがでしょうか？まあ、ちょっとムラがあるんですけども、まあ、いけてると思います。はい。優勝戦3号艇です。レースについてイメージ描いていること何かありますか？いや、特に、まあ、スタートしてから、どういう展開なのかというのを見て判断したいと思います。徳山連覇がかかります。最後にファンの皆様に向けて一言お願いいたします。まあ、なんとかあの連覇できるように頑張りたいと思います。優勝戦4号艇鈴木勝弘選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。します。手にした42号機ここまでの仕上がり具合いかがでしょうか？昨日まではずっと伸びがちょっと、普通か怪しくて、あえば出足型だったんですけど、昨日から直線も良くなりましたし、ターン回りもはまればもっと出ると思います。本番求めていきたいとなると、そうするとターン回りとかその系統ですかね？そうですね、もうバチッと合わせれれば、足はもう上位だと思いますので、はい、バチッと合わせれるかどうかです。スタート今節見え方、トップスタート5本あります。勘とかはいかがでしょうか？ちょっとなんかやっぱりよくよく考えたら空中戦の、把握の仕方がちょっと、しにくい感じはあるんで、はい、しっかり練習していきたいと思います。4号艇での登場です。まあ、枠なり想定ならば角もありますが、レースのイメージどのように描いていらっしゃいますか？ピット離れがちょっといい日もあったので、まあ、ポーンと出れば、まあ、1個でも打ち行きたいですし、まあ、枠近辺というところですね。はい。もしピットまで出ていったときに、まあ、スローの想定もありますが、スタートについてもう一つ、スローとダッシュで違いとかはありますか？まあ、本当にその日その日に決まるか決まらないかという感じで来てるんで、まあ、あんまりその辺は変化はなしで、はい、
近況3連続優勝絶好調ですが、その3連続優勝の中でも今回は期待ができるレベルですかね。そうですね、あのターン回りとかは3連続優勝の中では一番合えば来てると思います、はい、最後にではファンの皆様に向けて一言お願いします、はい、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇川村亮選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。手にされた71号機コロナ禍では2連対立トップのモーターですが、現状の仕上がり具合はいかがでしょうか。そうですね、あのプロペラ合わせきれてないんですけど、合ってなくても出てるんで本体はいいと思います。それはどの部分を取ってもいい評価と見て大丈夫ですか。そうですね、もっときちっと合わせれば本当に節位置になるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、僕がちょっと今節うまく合わせきれなかったので、はい、優勝戦に向けてはじゃあそのうまく調整を合わせられるかというところが焦点ですかね。はい、でも日に日に合ってきてるので、はい、多分大丈夫だと思います。スタートに関しては今節トップスタート5本あります。見え方勘とかはいかがですか。徳山難しいんですけど、勘はだんだん合ってきてますね、はい。優勝戦5号艇です。レースのイメージ、コース取り含めて描いていることは何かありますか。何もなければ、枠なりで行って、展開、作れるような足をしているので、展開作って、チャンスがあれば突き抜けたいと思います。では最後にファンの皆様に向けて一言お願いします。はい、今日はちょっと優勝狙ってます。応援してください。優勝戦6号艇岩川仁選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。手にした30号機2連対立この中では2番目のモーターです。現状の長所教えていただけますか。そうですね、レースとかは、はい、回ってからの足とかもいいと思います。伸びに関してはいかがでしょうか。伸びはそんな変わらんかなとは思ってるんですけど。優勝戦まだ本番まで時間があります。求めていきたい部分っていうのはありますか。そうですね、まだちょっと、はい、試しないこともあるんで、まあ、いろいろ、はい、試して。スタートに関しては今節いかがでしょうか。ちょっとバラついてるんで、まあ、はい、しっかりいけるように頑張ります。もう少し本番バチッと、はい、いきたいですかね。はい、はい、優勝戦6号艇です。コース取り含めてレースのイメージ描いていることはありますか。いや、もう6コースやと思うんで、はい、そうですね、どっか入っていけたらいいかなとは思ってます。これで優勝戦5回目、初振りがかかります、はい、そうですね、ちょっと遠いんですけど、はい、一生懸命頑張ります。ではその意気込みを最後にファンの皆様に向けて一言お願いします、はい、一生懸命走るんで応援よろしくお願いします。